はいえー、アンケートありがとうございます。2016年8月25日23時12分39秒。秀幸さん、吉谷社長に聞いてみたいこと。なぜかつまずいてしまいます。なぜか。いや、なぜかというか、絶対つまずきますよ。なぜかというよりかは、つまずいて当然かなと思いますけどね。つまずかない人生ってまずないので、失敗しないこともないですし。 なぜかつまずいてしまいますというよりかはつまずいて当然なのでうん大切なことはつまずいた時起き上がることでしかないんですよつまずくことは当然であって大切なのはそこから起き上がるのかそのままつまずきっぱなしで終わるのかっていうだけですねだからそのつまずくことに対しては全然悪いことではないし当然のことなので全然問題ないと思いますけどねうん だって、成功してる人で失敗してない人、多分僕知らないので、成功してる、大成功されてる方の方で、一度もビジネス失敗したことがない。聞いたことがないです。何かしら絶対失敗してますから、その過程で。つまずい、まあし、つまずいてるわけですよ。だから、つまずくのは当然なので、別にここを気にしてたらビジネスできないと思いますよ。失敗して当然。 うん、つまずいて当然それがビジネスですからうんまあここはまあそういうもんだっていうことを思うしかないですねあとはそこから起き上がるしかないのでうんはい頑張っていきましょうはいえー、アンケートありがとうございました